毎度お疲れ様です、ササラです。今日は山角さんの凱旋丼です。相変わらずお前テンションバグってんなって感じなんですけど、まあ、テンション低いよりかはいいかなと思うんで、ちょっと今日もこんな感じでやっていきたいなと思うんですけど、その山角さんもまた視聴者さんに教えてもらったんですよ。ここがすげえおすすめですよって言って、でそこはなんか魚介とか海鮮がもうめちゃくちゃ美味しい食堂、お食事どころらしいんで、いやもうそんなん行くしかないやんと思ってこのテーマ選びました。なんでまあまあこうぐちゃぐちゃ言ってても仕方がないんで、とりあえず行きたいと思います。本日もよろしくお願いします、山川くん。さあ行くぞ。着きました、ここです。うまいもんや山川くん、ここです。では入ります。ここからは原曲実況バージョンです。これがメニューです。僕が頼んだのは漢字の4に丼って書いて4丼、海鮮丼、天丼、とろたまメンチのうどん、これですね。これでいきました。なんか華やかかなと思ったんでこれでいきます。まずはノンアルビール、別に頼まなくてもいい、ね、乾杯。別に頼まなくてもいいんですけど、なんか見栄えもあるし、やっぱビールはずっと飲みたいんで、もうノンアルで我慢ですね。ノンアルでうまいです、うまいです。メイキンギンな感じでスタートしております。そしてメニュー結構彩り緑やったんで、ちょっといろんなメニュー見させてもらって待っております。そしてそこしてるうちに到着、これです。これが4丼、海鮮丼、天丼、メンチ丼、肉うどんですね。肉うどんで、メヒカリの唐揚げとこの上のパスタサラダはサービスですって言ってつけてくださいました。こんなわけのわからんやつにつけてくださいました。ありがとうございます。いただきます。スタートです。まずは割り箸をパキッと割りまして、スタートです。うどんからいきましょう。うどんからね、これをだしを取り分けて、麺も移してテイスティング、そして麺をすすりますすすります。ズルズルっといきますよ、いきますよ。うん、これはうまいやつやなと、うわ、いいだし効いてるわと。そして次は醤油を海鮮丼に垂らして、海鮮丼、まずは卵と大葉、大葉と卵ですね。その口にご飯放り込み、白ご飯放り込みうるせえわって感じなんですけど、これ海鮮丼もね美味しかったです、美味しかった。すっごい新鮮な魚がねいっぱい乗ってるんですよ。次これはカツオですね。カツオ最初に食べたのは白身魚、タイですかね。タイ、カツオ、卵、なんかねいっぱい乗ってました。サーモンとか、うん、5種類6種類ぐらい乗ってましたね。うまかったです、うまかった。これはまだスープですね。スープと海鮮丼です。そして次は天丼いきましょう。天丼ね、まずはシシトウ、サクサクシシトウシシトウの天丼もね、もう5種類ぐらいてんこ盛り乗っかってるんですよ。すごいんですよ、とにかくボリュームが半端じゃないです、半端じゃない。これもうまかったですね。グレート、気持ち悪い、誰もいいことをね頭おかしいやつです、頭おかしい。あの旗から見たら頭がしすぎや、とろたまメンチ、ちょっとガッチャガチャしすぎやけど、今日の実況ちょっと落ち着いていきましょう。このねとろたまメンチもなんかねそう見してるんですけど、卵が間に挟まってるんですよ。でこの周りのメンチとサクサクっとした食感と、もうたまらんうまいやつですね。次はメヒカリ、サービスメヒカリを丸ごといく、汁を垂らしながらガベツキ。そうメヒカリもやっぱりね間違いなくうまいですね。うん、マジでうまい。メヒカリ、いわきの地魚、最高プライドフィッシュでございます。どんどん食べ進めております。そして天丼、エビ丼ってエビ天ですね。エビもめちゃくちゃプリンとでかいんですよ。でかいエビで尻尾ごと、いきますよ、いきますよ。どんどん食べ進めております。いやもうねフルマックスです、フルマックス。マジでお腹いっぱいになります、お腹いっぱい。4つの丼最高です。そしてあっちなとスープも全部飲み干して、いや今日もうまかったです。これお部屋ももらいました、お部屋もね。いや大満足、ごちそうさまでした、ありがとうございました。山角さんごちそうさまでした、とても美味しかったです、ありがとうございました。で最後これおまけで、安倍元内閣総理大臣も来られてました、ごちそうさまでした。マジでお腹いっぱいです。なんかねサービスしてくださったんですよ。メヒカリの唐揚げとパスタサラダ、スパゲッティサラダ、サービスしてくださって、いや、マジでありがたいですよね、ほんまに。ね、こんなわけのわからんやつに、本当ありがとうございます。いやー、うまかったな、マジで。4丼行きました、結局。なんか、海鮮丼とか、なんか、4つの丼、うどん、
海鮮丼、ソースカツ丼みたいな4つの丼でなんか4丼って読むらしくて、それがなんか良さげやなと思ってそれ行きました。いややばいお腹いっぱい全部うまかったです。とりあえず帰ってまとめます。まとめって別にないんですけどとりあえず帰ります。ライフスタイル。はい、というわけで帰ってまいりました。お疲れ様でした。腹いっぱいやっぱり腹いっぱい。いやマジうまかったっすね。うまかったうまかった。ちょっとビール飲むか。ちょっとビール飲むか。まとめをするためにクイッと一発言っときます。オリンピックパッケージ、頑張ろう日本。お疲れした。お疲れ様でした。ほんもうめー、ほんもうまい。超美味しかった、超美味しかった。よくよく話聞いたら毎朝かちょっとそこちょっとあやふやなんですけど、とりあえず朝に沼の内漁港でちゃんと魚仕入れてそれをお出ししてるって言ってはったんで、だから魚もね新鮮なんですよ。刺身とかめっちゃうまかったもんな。うん、うまかった。だから新鮮な魚と、あとメヒカリね。メヒカリの唐揚げってやっぱもういつどこで食ってもマジでうまい。本気メヒカリの唐揚げはもう裏切らん、裏切らん。マジでうまいです、メヒカリの唐揚げ。でメヒカリのお刺身っていうのもあったんですよ。でそれもちょっと食べたかったんですけど、もう入らないんで、ちょっともう入らないんで、またちょっと別の機会にメヒカリの刺身とか、なんかあの話聞いてたら夜は夜でっていうか、まあ全然普通に居酒屋メニューとかもいっぱいあるんで、お刺身とか唐揚げとか天ぷらとか、そういっぱいあるから、いや普通に飲みに来てえなっていうお店でしたね。なのでぜひ皆さんもうまい新鮮な魚求めて山角さん、四つ倉港すぐの山角さん訪れてみてください。本日も大満足でございました。はい、本日は以上でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。これからもいろんなテイクアウトレビューとか居酒屋レビュー、外食レビューしていきますんで、何卒よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 Thank you for watching my video. See you next time. ボン、チャンネル登録よろしくお願いします。ボン。